ボイス。皆さん、こんにちは。第7回目の D ボイス、パーソナリティは、サクマンこと佐久間優と、しおここと、高島まなみです。よろしくお願いします。ちょっと元気だね、はい、今日。いやー、あのね、うん、今日朝ごはんもりもり食べてきたの、一応か。そしたら、すーごい今元気出ちゃった。絶好調なの、イエーイ。絶好調ですね。イエーイ。あー、私今日朝ごはん食べてないや。なんで、うん、なんか、朝早く起きるの苦手で、どうしてもね、ご飯食べる時間なくなっちゃうんだよ。ダメだよ、食べなきゃ。そう、それは分かってるんだけどね。朝もっと早く起きれればね、いいんだけど。おう、そうしたら朝ごはん食べる時間ができるの？うん、そうだね。あー、では、千代子が前にテレビで見て、朝早く起きるためにやっていることがあるので、それがあるんだ。そう、それを教えましょう。あ、ぜひ教えてください。オッケー、任せてください。はい。いきますよ。はい。まず、1、夜10時以降に物を食べない。2、夜10時以降明るい場所で過ごさない。部屋の明かりも暗くする。3、毎朝決まった時間に起きる。休みの日も起きてくださいね。はい。4、起きたらまずカーテンを開け、日の光を浴びる。日の光。そう。はい。5、毎朝欠かさず朝ごはんを食べる。少しでも食べる。はい。はい。6、二度寝をしない。以上。へー、そうなんだ。そう。この6つのことを2週間続けると効果が出てくるそうです。2週間ですか？そうです。はい。とりあえず、千代子には効果があったので、サクマンもやれば、はい。サクマンもやれば絶対効果が出ると思いますんで、はい。やってみてください。あ、じゃあ、やってみようかな。はい。私も、やってみてください。はい。朝、早く起きるのが苦手なリスナーの皆さんも、ぜひ、お試しください。そうですね。私も頑張りますので、頑張ってね、皆さん一緒に頑張りましょう。イエーイ。まあね、とりあえず、今日は、朝ごはんは食べてないんですけど、ね、昼ごはんはね、バッチリ食べてきたので、それは今日も元気に行きますよ、私も。はい、頑張りましょう、はい、では、今回も最後まで聞いてください。真面目に知的な番組、D ボイスです。ねえ、さっきオープニングで朝ごはんもりもり食べたって言ってたけど、今日何食べてきたんですか？いや、美味しかったよ、うん、ご飯と味噌汁とウィンナーを食べたんですよ。あー、いいねー。いいでしょー、いつもご飯と味噌汁。そうなの。パンじゃなくてご飯と味噌汁なんです、朝ごはんは。私、さっきも言ったんだけど、朝忙しくなっちゃって、なんかパンとかがどうしても多いのね。あ、そうなんだ。でも、やっぱり食べたいのはご飯と味噌汁なんだよね。美味しい。朝に味噌汁飲むと、私なんか一日落ち着いて頑張れるんだよね。しかも、今の時期だったらちょっと寒いから、そう。温まるよね。そうなの。いいよ、味噌汁。千代子は味噌汁でなんか好きな具とかある？あ、千代子さんはですね、全部好きなんだけど、その中でもじゃがいもと長ネギと油揚げのこの組み合わせが好きです。え、じゃがいもと、油揚げとネギ。そう。へえ、なんか珍しい組み合わせじゃない？え、そう？うん、私一度見たことない組み合わせだけど。あ、そうなの？うちでは結構出てきたらわーってなる感じのメニューですよ。上がっちゃいます。テンションもっと上がっちゃうよ。そんなですよ。じゃあサクマンは？あ、私が好きなのは、豆腐の味噌汁。豆腐ね、豆腐美味しいよね。美味しいでしょ。豆腐と何？豆腐だけだけど。は？豆腐だけなの？あ、私、シンプルなのが好きなんですよ。あ、でも、豆腐とわかめとか、もう、やりますよ。やるけど、豆腐一品が好きなんでしょ？はい。どっちの方が珍しいような気がするんだけど。そうですかね。まあ、うちらは豆腐と、あとじゃがいもとかだけど、一般的には何の具が人気なんだろうね。ああ、やっぱりなんか定番は、豆腐とわかめとかの組み合わせじゃないかな。そこだよね。そこが人気な気がする。豆腐が一番人気なような気がするね。あとは何だろう。あとは、キャベツとか。キャベツね。キャベツ。えのき。えのき美味しい。きのこといえば私は、なめこかな。あ、なめこね。でもなめこってなんか好き嫌いがなんか分かれそうだよね。そうだね、確かに。私は好きです。あ、そうなんだ。私はね、どっちかというと得意ではないんだけど、そう
か、いろんな具があるよね。美味しいよね、味噌汁は。あの声優学科のみんなにも、うん、あの味噌汁の具何が好きか聞いてみたら面白そうじゃない？ああ、そうだね、面白そうだ。みんな出身地が違うから、うん、北は青森、南は神奈川、神奈川までいるから、いろんな意見が聞ける。意見じゃない？いろんな意見です。意見が聞けるかもしれない。そうだよね。うん、じゃあさ、あの実際に声優学科のみんなにも味噌汁で何の具が好きかアンケート取りましょうよ。おー、いいね。でしょ？で、それぞれの結果をブログにアップするの。うん、面白いですね。やりましょう。うん、ね、いいでしょ、うん。珍しい食材を入れてる地域があるかもしれないんで。ね、例えばでも聞けるかも。ね、チョコレートとか入れてるかもしれない。チョコレート？入れてる人いっぱい。どんな味だよ。しょっぱいの、甘いの？いいと思いませんか？じゃないんだから。まあそうですよね。もう、まあ、じゃあアンケート取ったら、あの結果をブログにアップしますので、はい、リスナーの皆さんもぜひチェックしてみてください。チェックしてみてください。はい。では次のコーナーは D ボイス選手権です。